一人まるまるは素晴らしい。ニナニです。皆さんも知ってのように、私友達があんまり多くないんですね。うん、知ってるかな。いや、ね、あったらね、ウェイ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 ってする友達はいるんですけど、ごめん、やっぱりウェイウェイのくだりは嘘です。おーぐらいです。まあ、なんで顔見知りとかは多いんですけど、プライベートの時間を割いてまで会う友達っていうのは本当にいないんですよ。私はそれに対して何の不満もなくて、毎日楽しい日々を送ってるわけなんですよ。ゲップだなこれ。ではなぜ楽しいのか。そう、私はね、一人〇〇の覇者なんですよ。いろいろありますよね、一人カラオケとか一人ショッピングとかさ。私はそのたくさんの一人〇〇の楽しさに、高校1年生ぐらいの頃に気づきまして、そこからね、一人〇〇網羅してきたわけですよ。ということで今日は、私が考える一人〇〇楽しいものランキングを皆さんにお伝えしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではまず第3位。3位は一人回転寿司です。最近あんま行ってないんですけど、1年半前とかマジしょっちゅう行ってましたね。でこれね、大事なのが行く時間帯なのよ。私はだいたい休みになった平日の昼間とかを狙って行ってました。土日の昼間とか、夜とかね、その時はやっぱ人が多いのよ、家族連れとかさ。だからもう人がくっそ少ねえ平日の昼間、もう老人しかいねえ平日の昼間狙うの。テーブル席にね、どっかりと座ったっちゃったりなんかして、めちゃめちゃ寿司食ってましたよ。めちゃめちゃ贅沢でしょ。いや、人が少ない時限定なんですけどね。もう人が多かったらちゃんとカウンター席に座りましょうね。これでね、一人回転寿司恥ずかしいとか、一人回転寿司ハードル高いって思う人いると思うけど、言わせて。自分が思ってるほど他人は人に興味ないけん。で、普通に自分が寿司屋の店員やったとしてさ、一人で来とる客に対してさ、うわ、一人で来とし、やば、こいつ一人で来とし、やっとんな、やばって思わんくね。あ、お一人様か、バッシング楽だし助かるなくらいに思わん。えけもね、周りの目気にしたら負け。ほんと目もかゆいし、負け負け。次、第2位、一人映画。これは割と無難ですよね。そもそも私ね、昔から友達と映画見に行くのがあんまり好きじゃないんですよ。ちゃんと真剣に見てくれる波長が合う友達と行くのはすごい好きだけど、横からずっとさ、こっち真剣に見てるのに、ねえ、こいつ死にそうじゃない後でとか、いやどう思う今のとか言われるの嫌なんすよ。いや、リアクションするのきつ、映像に集中させてくれやってなるの。あと私、一人映画で好きなのが、一人映画が終わった後の時間が好きなのよ。一人で映画見た後に、一人で音楽聴きながらこう歩いてさ、余韻に浸る感じね。ほら、小松菜奈みたいな目つき意識しながらね、帰宅するの超楽しいんだから。あとちょっとさ、キスシーンとかでさ、私結構一人とかだったらね、何も思わんちゃうけど、ちょっと横に人がおる時にキスシーンとかあったらさ、こんなどぎまぎするさ勝手に。これに関しては私がピュアすぎるのが原因かなと思うんだけど、誰かさ、ピュアな私と付き合ってくれや。次、第1位、ブルーチー、一人カラオケオール。多分ここでね、いや、一人カラオケオールはなかなかの変態にしか無理だわって思った人もね、結構いると思うんですけど、そうだね、これ変態にしかできんわ。私はもう正真正銘の変態だなっても思いましたね。だってね、夕方の6時から朝6時まで歌うんだから。しかもね、歌いっぱなしなの。私休み一切しないから、休む時間長くても10分とか。いや、もうゆうたさんとね、対等に張り合えるよ私は。多分ね、カラオケオールに関しては絶対無理ってやつと、もしかしたらいけるかもっていうやつの2パターンに分かれると思うんだけど、一人カラオケはしたことあるし、一人カラオケオールできるかもなってやつはもうね、ぜひやってほしいけど、一人カラオケオールし終わった後、朝6時帰る時とかはさ、いやもうしばらく歌はいいわ、ちょっと歌は歌わんでいいわって思って家帰って寝るやん、って起きるやん。そしたらね、あ、また歌いてえなってなるよ。多分病気だねこれに関しては。声裏返ってもね、音外してもね、嘲笑う人間なんて一人もいないわけよ。本当に好きなアーティストの曲ばっか歌えるんだぜ。お前が本当に好きな曲、お前がいつも友達と一緒に歌ってる曲、それって本当に好きな曲なのかって話。気を使ってさ、みんなが知ってるようなさ、盛り上がれるようなさ、曲とか頑張って選んでない？そうやってな、ランキング上位の曲とか無理に入れなくていいんだって。お前が好きな曲歌えばいいんだって。なんで、もう我こそは変態っていう方がいたらね、ぜひ一人カラオケオール試してみてください。ちなみに私はひどい時期で、週1ペースで一人カラオケオールはやります。誰か私に早く病名をつけてください。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから、チャンネル登録。